2年付き合った彼女と婚約してたが、一昨年の秋に破談になった。俺は転勤族なんだが、彼女のご両親も転勤族だったせいか。今は転職して、地元密着型の会社に勤務。そこが問題になったことは全くなく。彼女自身も、いろんな地方に行けるのは楽しい。って言ってくれたので、頼もしく思っていた。コロナ禍が深刻になってきて。最初は、延期してもいいから、式は挙げたいと言っていた彼女から。両親が会いたいと言ってると、自宅に呼ばれて行ってみたら。ご両親が、すっと、白封筒を、俺の前に差し出して。婚約は、なかったことにしてほしい。と言われた。意味がわからず、彼女を見たら、うつむいてこっちを見ない。なあ、どういうこと？って彼女に聞いたら、うつむいたまま、そういうこと、って。いや、だから、どういうことだよ。って、つい声を荒げてしまった。そしたら、彼女父に、娘を責めるな。と言われて、急に大きな声を出して、申し訳ありませんでした。でも、僕、意味がわかりません。って言ったら、彼女父が説明してくれた。遠方に行ってしまうと会えなくなる。コロナがいつ収まるかわからないし、孫が生まれても会えないかもしれないとか、そういうのは困る。娘も不安がってるし、これが一番いい判断だと思う。言いたいことはいろいろあったけど、親としちゃ、そんなもんなのかなと思ったり。この親を説得するにしても、肝心の彼女の態度が、そんな風に他人事のようだったし。多分、彼女もそうしたいんだろうなと思ったら、反論する気力もなくて。白封筒が手切れ金だと思ったら、なんか、馬鹿にすんなって思って、受け取らずに帰ろうとしたら、彼女母が玄関まで追いかけてきて、俺のジャケットのポケットにねじ込んだ。彼女母と、あーだこーだするのが鬱陶しかったので、玄関を出てから、集合ポストに放り込んだ。マンションの鍵付きのやつ。せめて、事前に、彼女から、親が、こういうことを言ってるって、情報が欲しかった。そうすれば、彼女は、どう思うのか聞いておくこともできたし。当人同士で話し合って、ダメなら、納得もできた。数日前に、彼女のリクエストの誕生日プレゼントに、ニコニコしてたくせに、突然、一方的に、彼女親から破談にされて、彼女はだんまりって、あんまりだと思う。でも、今はあれでよかったと思ってるんだ。あれを乗り越えてまで結婚にこぎつけても、多分いいことなんてなかっただろうと思えるし、